ティアラチャンネル。皆さん、どんな夏休みをお過ごしですか？まいまいはどうですか？家族と韓国に行きました。楽しかった？めっちゃ楽しかった。いっぱいね、メイクとかね、お買い物した。韓国語読めた？だけどね、なんとなくわかった。ゆなちゃんゆななはどうでしたか？ゆなは2分の1妹と遊んでた。粘土とか、あとはかくれんぼとかしたり。優しいね。あと半分はゴロゴロとか友達と遊んだりとか。あ、マカロニサラダと作った。友達と。美味しそう。人参が辛かった。あれからね、宿題に終わりました。宿題に終わりました？終わりました。嘘。友達と遊んだりとか、あとゴロゴロしたりとかもしたけど、ゆなちゃんと同じで弟の面倒も見ました。宿題終わった？宿題終わったよ。めっちゃ疲れた。自由研究が一番難しかった。そう、自由研究と平和新聞。あ、平和新聞あった。平和新聞もGoogleでGoogle先生教えてください。はい、皆さんはどんな夏休みを過ごしましたか？よかったらコメントで教えてね。